行こう、スザク。ああ、二人なら絶対勝てるさ。クルルギスザク、行きます。この威力ならここまでの限界か。このままじゃ自分に行かせてください。我らが活路を開くぞ。道を開けろ、前へ出る。この威力なら奴らの好きにさせるの。やってやるぞ。最も愚かな手を打ったのだ。道を開けろ、前へ出る。この威力なら道を開けろ、前へ出る。ここまで力ある者よ。ここまでの限界だ。この威力なら。おお、やはり優秀だな。勝利とは私のためにある。祈祷する。敵兵は丁重に扱え。ブリタニア軍の圧倒的な勝利は、傲慢な日本政府に対し、その序列を自覚させました。以降、帝国とイレブンは手を取り合い、復興への道を歩み始めたのです。16時に東京タワー、よりによってこんなところに。連絡してきたのはクルルギスザクだろ？断定はするな。しかし、彼に電話した後で捕まったのかも。だとしたらここは危険すぎる。アッシュフォード学園からお越しのカレンシュタットフェルト様、落とし物が届いております。展望フロア、サービスカウンターまでお越しください。繰り返しお客様にお伝えします。行くしかないか。こちらで間違いないでしょうか。あの、お客様のですよね。ええ、ありがとうございます。ゼロ。はい、もしもし。環状5号線、外回りに乗れ。お友達も一緒だ。え、さっさと済ませよう。授業に遅れる。やり遂げる決意が必要だな。クルルギスザク、行きます。この威力ならここまで。さあ、次に備えるぞ。やってやるぞ。最も愚かな手を打った。ここまでが限界か。ここまでが限界か。攻撃止められるか。何度やろうと同じことを。この威力ならここまでが限界か。
このヴィレッタがお相手つかまし、ブリタニアの力を見せてやる。ここまでが限界。ここまでが、この威力なら。ブリタニアの力を見せてやる。ここまでが限界か。何度やろうと同じことを。私に任せろ。ほう、お出ましか。この威力なら我らが活路を開くぞ。道を開けろ。我らが立ちやられるなど。僕がこの戦いを終わらせる。よくやってくれた。こんなの大したことないよ。僕たちの勝ちだ。みんな怪我はない。車内に不審物があった場合、すぐにお近くのインターフォンにて。扇さんたち、ちゃんとついてきてくれてる。もしもし。進行方向に向かって右を見ろ。何が見える？ブリタニア人の街だ。私たちの犠牲の上に成り立つ強盗の町。では左は。私たちの町だ。ブリタニアに吸い上げられた絞りかすの町。いい答えだ。では先頭車両に来い。次の停車駅は大久保。大久保です。ライン中央総武をご利用のお客様は次の駅にてお乗り換えください。罠じゃないよな。なあ、新宿のあれは停戦命令もお前なのか。おい、なんとか言えよ。どうだ、疎開ツアーの感想を。ツアー？おい、こんなふざけたやつだったのか。正しい認識をしてもらいたかった。疎開とゲット。確かに我々とブリタニアの間には差がある。絶望的な差だ。だからレジスタンスとして。違うな。テロではブリタニアは倒せないぞ。倒す？テロなんて子供っぽい嫌がらせに過ぎない。なんだと。俺たちがガキだってのか。相手を間違える。敵はブリタニア人ではない、ブリタニアだ。やるなら戦争だ。民間人を巻き込むな。覚悟を決めろ。正義を行え。ふざけるな。口だけなら何とでも言える。顔も見せられないような奴の言うことが信じられるか。そうだ、仮面を取れ。な、顔を見せてくれないか。わかった、見せよう。ただし見せるのは顔ではない、力だ。不可能を可能にして見せれば少しは信じられるだろう。ルーシュからもらった端末にメールだ。送られた地図の場所に行って荷物を受け取れか。
本当に動くんだな、ルルーシュ。そうか、お前たちだけか。すまない、もう少し時間をくれないか。ちゃんと話せば他のみんなも。いや、二人もいれば十分だ。バカ言うな。相手が何人いると思ってるんだ。お前たちが協力してくれるなら条件はクリアしたも同然だ。明日までにこれを作る。外側だけそう見えればいい。所定の場所に来てみたのはいいけど、誰から何を受け取ればいいんだ。あなたがディゼル君？え、あ、はい、そうですけど、あなたは？これ、あなたのでしょ？落とし物よ。え？ちょっと。じゃあ、私はこれで。またメール。落とし物を受け取ったら、これを持って明日、所定の場所に来い、か。荷物の中は手榴弾。いや、発煙筒か。明日。明日か。何が起きるんだ。ブリタニアの王子を仕留めたクルルギス族を英雄として扱わねば。しかし、名誉ブリタニア人だぞ。クルルギ総理の忘れ形見ではないか。日本を捨てた男。民衆はその存在すら知らなかった。新宿の事件は光月たちのグループだったな。はい、今は扇という男が継いでおります。クルルギの本家は何か言ってきているか。いいえ、軍籍に入ってからは切れているようです。どう思う、東堂？公開処刑に付き合ってやる義理はないでしょう。弱気だな、奇跡の東堂ともあろうものが。奇跡と無謀を履き違える気はない。依頼を完遂したようだな。よくやったぞ。これでチェックだ。